知ったかぶりゲーム、佐藤玲香です。藤間さくらです。河野美也子です。今回は知ったかぶりゲームというのをやっていきます。おい、それ知ってる。え、知ってる。知ってる知ってる。いい感じだよ、そういうことそういうこと。今からね、聞いたことはあるけど意味はわからない言葉っていうのが出てくるから、うん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 、それをさも知っているかのように説明してください、うん、ということで。知ってた。知ってた、うん、そう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 。知ってたよ、知ってるね。な知ったかぶりタイムは30秒です、うんうん。30秒間しっかり知ったかぶりをしてください。知ってた。おいますか。お、それも知ってた。そうじゃん、もう最初から飛ばしてるね。やば。じゃあその調子でずっと行ってもらって。はい、いくよ、はい、じゃあ早速、最初のお題はこちら。こちら、真羅万象。じゃあ、よーいスタート。真羅万象っていうのはちょっと森の中にですね、うん、こうあの象が何万と思えて、ある日、ある日、ある日が横たわってたら、ある日が横たわる、あの糸に引っかかって、唯一無二の存在になるっていう、ちょっと深い、真羅万象です。へー、その象さんが今、うん、あのどこかの動物園であの絵を描いてるあの象さんです。真羅万象。終了でーす。うん、むちゃくちゃやったで。冷静なツッコミ。結局意味が何なのかって聞かれた時に意味は何にも言ってないっていう。深い意味があるよ。じゃあ本当の意味見てみよっか。無数に運ぶ、連なって連なって並んでいること、うん、全ての形やあらゆる物事、うん、うん、そうじゃん。え、何と私一個一個説明してって。そうなんかいないよ。次の問題はこちらです。タクティクス。タクティクス？これ多分みよこちゃん知ってる。いつも、いつも言ってるもん。タクティクス。よーい、スタート。タクティクスっていうのは、はい、英語で書くと、うん、take I guess って書くのね。だからタクティクスっていうのは何かを取っていく、うん、くすねていくっていう、うんうん、そういう意味があるの、ね、そうなんだ。だからあの、海外とかではあの盗っ人のこととかをタクティクスって言うんやけど、うん、そうなの。そう、本当に、うん、へそうやね、うん、だから使って、タクティクスで捕まっちゃった友達がいてとか。終了でーす。言われを得なかったみたいな。うわ、戦争？戦略や。策略？戦略。ちょっと違うじゃん。言葉はもともと人間が作ったことだから、みやこちゃんがタクティクスとかそうだって言ったらもう今日からそうなんだよ。第3問こちらです。高ぶりはデコイできる。徳川秀忠さん。ああ。あーあー。出たね。あれね。はい、ブルルルルカちゃん。はい。スタートです。スタートです。徳川秀忠さんというのは、うん、かのね、歴史に名をとどろかせた徳川の家のものですよ。秀忠さんね、まあ秀忠さんはいい人だったらしいね。なんかでもその性格ゆえにさ、ね、ちょっと騙されやすいみたいなところがあって、うん、いい結果を残せなかったらしいけれども、でも人柄の良さは本当に、とにかく人柄の良さは認められてた、それが秀忠さん。誰なの？徳川家の秀忠さん、ね、そんな、あの徳川だよ、あの徳川。あの人だよね。そうこの間あったじゃん。すごいな。そう転生してたもん。そう、あったよね。あれすごいいい人だ。確かにいい人だった。そうさすがれいかちゃん。長い。徳川二代将軍家康の三男。へぇー、家康の三男。武将としての能力には若干の疑問が残るもの。ちょっと待って。江戸幕府の将軍としては非常に大きな業績を残しています。待って、すごい結構当てるやん。正確のこと書いてる。そうだよ。うん、もうれこちゃん当てたよ。正解だよ。あ、正解だよね。 ありがとうございます。おめでとうございます。いや、3人中3人が正解しちゃったらこの先大丈夫ですかね。確かに、もう全員ね、それなりにそういうゲームかもわかんないけど。世界三大美術館。美意識高い。あ、連続でいっちゃう。で、世界三大美術館。ほい、どうぞ。まず一つはあれですよね、パリのルーブル美術館。あー、よく聞きま
ですよね。よく聞くんじゃないかな。あ、な、あとはなんかに日本とかにあるなんかあの六本木とかのあの美術館ですかね。あれも、あれ、あれ実は世界なんですよ。そうなの。確かに美しいメンバーがいっぱいいる。世界三大美術館ってちょっと、うん、あの謙遜してしまうところがあるけど、日本はもっとね、うん、自信を持って二つしか教えてこなかった。あと一つはね、まだ隠されてるから。あ、なるほどね。これからかっこいい。まだからだね。発掘されてないんだよね。なるほど。そうそうそう、これから決めていこうって。ミステリアスな美女ってこと。制作の名前なんだよ。ごめん、押しちゃった。でもルーブルありました。やった。わあ。メトロポリタン、ルーブル、エルミタ、ま、ル、ま、マルドージュ線とかのメトロかな。そうだね。だから日本は。確かに日本のあの地下鉄とかはすごいもう美術なので。そうだよね。メトロポリタン。メトロポリタン。エルミタージュ。エルミタージュ。この間食べた。ビーゴス。ビーゴス。これはもう。これは。でもカタカナだから私がいたらずるいから、うん、確かにそうだよね。ミヤコちゃんがいた方がいいかもしれない。ビゴス、ビゴスだよ。ビゴスはビゴスって言ったらさ、ビゴスはもう生まれた時にね、みんなビゴスだから。まあそのビゴスっていうのは、うん、まあ原人、遠人、新人、その前がビゴス。今発見されてる中で最古のあの人類の祖先です。あ、なるほどね。すごい。確かにそういうことだよ。うまいね、知ったかぶりゲーム。そうそうそう。こういう言い方もある。こういう料理もある。ある。ポーランド人はみんな未だにちょっとビゴスの血が入ってる、うんうん、そう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 。おじさんってどんな生き物？どういうか、ちょっとよくわかんないところから来てきましたね。めちゃ意味わからんね。おじさんってどんな生き物ってどういう質問？あの、おじさんってどんな生き物っていうのはよく子供がお母さん、なんであの、うん、空は青いのとか よく、うんうんうん、あの答えづらいあれがあるじゃないですか。なんでなんで、うん、って。お母さんが見知らぬ人にはついていちゃダメだよって言うから、うん、見知らぬ人じゃなくなるようにおじさんは誰なのって聞いてる質問です。ね、え、それっておじさんとコミュニケーションを図ろうとしちゃってる。そう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 、だおじさんだあれって言って、おじさんだよって言ったら、あ、じゃあもう知ってるねって言って一緒に遊べる。ダメだよ、さくら。危ない危ない。ダメだよ。いっちゃんやったらあかん。連れてかれちゃう。でもそういう意味だから。じゃあ本当の意味見てみよう、どうぞ。うん、シンプルだ。めちゃくちゃシンプル。正解は魚。うん、ヒゲが生えていて正面から見るとおじさんに似てる。それはね、かわいそうだよ。あ、それはかわいそう。お前はどこがあの徳川なんとかたださんに似てるの。ヒゲたださん。ヒゲたださん。何代目、何代目かのね。かつてまだ。ダメだよ。いっちゃんやったらあかん。これは結構ビゴスに近い。ちょっとビゴス。いやー、どうだった今日、今日の企画。ちょっと簡単すぎて、なんか、うん、すごい勉強してきたのって言われたら嫌だなと思います。確かに、本当に初見だったのに。確かに知ったかぶりとかじゃなくて、知ってるから難しかったな。そうね、ちょっと逆にね、大丈夫だったかな、動画的に、ね、正解しすぎたってもね。確かに、まあ、おかしかったかもな。もうちょっと配慮した方が良かったね。ちょっと失敗しちゃったかもかもしれないな、うん、じゃあ、まあ見ている人はですね、誰が一番知ったかぶりできていると思ったかとか、ぜひぜひコメントに書いてくれたら嬉しいなって思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と、あとグッドボタンといろいろお待ちしてます。はい、またねー。バイバイ。